こんにちは、ハーレです。今回は私のハロウィン周辺での最近の過ごし方とともに、一女子が思う男性にその方がかっこいいと思う瞬間を紹介します。例えば金髪と黒髪どっちが好きとか、 LINE で告白はありなしかっていう話題って結構無限に盛り上がるものとしてあるんじゃないでしょうか。というのも、実はこの話題について一度紹介したことがあって、その時にどうせお前の意見だろうみたいに言われると思ったら、結構それが逆に思いのほか参考になったっていう感想をいただけたことがあったんですよ。世の中全員の意見では紹介できませんが、一女子だからこそ思うこれとこれならどっちが好きか、今回はたくさん紹介できたらなと思います。こんな風に今回は見て楽しみ聞いて学べる動画スタイルでお届けしますので、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、オリジナルアイテム晴れ着よろしくお願いします。ということで早速、美容大好き男子おは美容興味ない男子。いやー、これはですね、難しいけど美容大好き男子でいきましょうか見た目ってやっぱりすごく大事だと思うんですよね。生まれ持った顔がいい悪いかっていう意味ではなくて、自分で後天的に直せるものというか、向上できるもの、そこに手を抜かず頑張れるかとか、興味を持って努力できるかとか、他の人に見られてるっていう意識をどれだけ持つかって、最終的には中身の部分だったりにもすごく反映されるなって思うんですよね。プラス見た目どうでもいいと思いながら生活してる女子って、私の肌感でしかないですけどほとんどいなくて、美容に興味ある人の方がやっぱり話して楽しいというか、そんなことも知ってるんだとか、共通点としてもなんか話しやすいなと思うので、話題作りという面だったり、向上心持ってお互い取り組める一つのきっかけになりうるとか、様々な点において美容大好き男子とかの方が面白いなと思うかなと思います。次、お金にルーズおは時間にルーズ。うわー、これは究極だな私はお金にルーズにしときたいと思います。これはどちらかというと消去法なんですけど、時間にルーズな人って世の中結構いるなと思うんですよね。人口として多いので、なんか慣れてきちゃったみたいなのが正しい言い方かもしれないですね。さすがに1時間とか2時間とか遅刻されるのが毎回とかだったら、私との時間なんだと思ってるっていう風に思っちゃうかもしれないんですけど、私自身も別に遅刻がゼロとは言えないので事前に連絡はしますけどね。時間にルーズなのはちょっとぐらいは仕方ないかって思えるんですけど、お金にルーズな人ってこうなんて言うんですかね、天性の怠惰と言いますか、一つずつお金に怠惰になっていく人って私あんまり見かけないような気がするんですよね。最初から結構その人の気質として借りたものを返さないとか、ご飯も自分の方をいつも少なく見積もって払うとか、私出会ったりするんですけど、何考えてるんだろうと思うんですよね。時間にルーズな人ってなんで遅れてきたかっていう理由わかるじゃないですか。でもお金にルーズな人って、それが私のことを舐めてるからお金にルーズなのか、気にしてないっていうその性格でルーズなのか、はたまた違う言い分なのか、なんだかわかんないので、心底イライラしてしまう理由になりかねないなと思いますね。お金にルーズな人だけは絶対つるみたくないなと思います。貯金200万のイケメンは貯金2000万の部男。これはどうかな。私だったら2000万の部男を取るかもしれないです結局金かようか結局顔かようの、これもどっちを言っても叩かれる引き金になりそうな感じがするんですけど、まあ、貯金2000万の人ってどういう風にその形を築き上げたのかっていうことにすごく興味がありますね。貯金200万の、まあ、貯金200万もその年齢によってはだいぶある方ではあると思うんですけど、自分が生活するためのお金として見てるのか、将来のことを考えたりとかしてて見てるお金なのか、貯金額って結構差がつくものだなって感じるんですよね。その一回顔は置いとくんですけど、自分のためのお金だけとして見てないなって思うんですよね。だって貯金100万200万あれば正直生活全然できるじゃないですか。いろんなことを考えてる人なんだなっていうふうに思う、まあ、そこに魅力を感じるかなと思いますね。でも私は自分で自分の使うお金は貯めたいと思うので、多分2000万貯めてる人のお金を使うことはないと思いますね仮に結婚とかしても自分が仕事をしたいと自分で今では思ってるので、2000万の人の方がその人としての魅力みたいのは感じるかもしれないですね。次、太くて筋肉
質な腕おばスラッと細長い腕、これは太くて筋肉質にします。スラッと細長い腕っていう言い方は綺麗な感じで聞こえると思うんですけど、このタイプの腕の方ってちょっとガリガリな感じの人に多いのかなと思うんですよね。細い感じの人っていうよりかはちょっとこう筋肉があったりとか鍛えてる方の方が魅力的に感じるかなと思うのでこっちを選びました。女子同士でこういう話する時もやっぱ圧倒的に筋肉質だったりとかマッチョっぽい人の方が人気はすごい高いなって思いますね。理由は本当単純かつすごい明確なんですけど、女子ってすごい脂肪質なんですよね。なのでその体に脂肪がすごいつきやすいから、その腕とか一つ例えても、細いっていうよりかはふにふにしてる感じの人が多いんですよ。私なんかもそうなんですけど、自分の腕では絶対に感じれないような腕の人を見るとやっぱりなんか魅力的だなって感じますね。次、経験人数が多いおは経験人数が少ない。これはですね、もう圧倒的に私は経験人数少ない系でいきたいと思います。経験人数が多いかどうかと経験回数が多いかどうかっていうのは結構違うと思っていて、経験人数が例えば1人とか2人とかでもその1人の人とたくさんしたっていう人のもいるじゃないですか。私はそういう人に一番魅力を感じるかもしれないですね。まあ、例えば過去に付き合ってた彼女さんとずっと長いこと付き合ってて、その中でなんていうんですかね、そのたくさんやってたみたいな。あとは本当に経験人数も経験回数も全部少ないっていう人いると思うんですけど、うちの人に関しても、あ、僕全然ダメなんでみたいなスタンスで来られさえしなければ、私はそっちの方がいいなと思いますね。経験人数多い人っていろんなその細かい仕草とか、まあ、行動にすごいその節々で出るなって感じ。例えばキスの仕方だったりホテルへの持っていき方だったりとか、慣れてるなみたいな、それを感じるのがすごく尺に触るかもしれないです。なんか試されてるような感じと言いますか、その過去にすごい良かった子はこういう反応しててとかっていうのも経験人数多い人からしたらあるじゃないですか。こういう反応された時が一番良かったみたいな、なんかそういうのがあるから私が答え出さなきゃいけないのかっていう風に思っちゃうのが結構嫌かもしれないですね。はい、失礼しました。強引だけど頼りがいがあるは何でも優しく聞いてくれる人、これは強引だけど頼りがいがあるの方でいこうと思います。何でも優しく聞いてくれる人、この言葉だけ聞くとなんかいいように聞こえるかなと思うんですけど、デート行くとき、メニューを決めるとき、次の場所に行くとき、何をするにしても優柔不断な結論に至ってしまいがちだなって感じるんですよね。そもそもこう女子が引っ張ってやろう、リードしてやろうっていう風に思う人ってなかなかいないんですよね。立場的にあんまりこう強く出ない方がいいかなとか、相手の意思を尊重しようかなっていう風にこう思って、で何か男性と一緒にいることの方が、まあ、多かったりするんで、同じような立ち振る舞いの人が2人いるとその場自体は決まらないことの方が多いですよね。ちょっと強引でも次ここ行かないとか、次こういう風にしたいんだけどどう思うみたいな、まあ、強引めな感じぐらいな方が女性からすると立場がいい具合にその反対なので、一緒にいてすごくこう楽だなって思いますね。ここは一女子の意見としてでもありますが、男性は多分基本の軸としてちょっと強引だけど頼りがいがあるスタンスで出た方が圧倒的に成功する率は高いんじゃないかなって思います。次、癖ありおしゃれファッションおは無難ファッション、これは難しい、これは難しいけど、無地無難ファッションで。でも、実は癖ありおしゃれファッションの方がいいなって思うことも結構あるんですよね。なんですけど、最終的におしゃれに寄っていくことを女子側が促したいみたいな。その最初から癖ありおしゃれファッションな人っていうのは、それ違くないって思った時でもなんか言いづらいと言いますか、俺はこの靴にすごいこだわりを持ってるからこのファッションが分かんない、お前がダサいよみたいな思われるのがちょっと嫌だなっていう。最初に今出会った頃を、まあ、無地無難ファッションで来てもらって、まあ、だんだん一緒にいるにつれてこうおしゃれなものを、まあ、私が買い与えるなり一緒に見ていくなり分かんないですけど、一緒にファッションが向上することを楽しんでいける関係性の方がいいなと思いますね。やっぱり見た目すごく大事だと思うので、この人はなんか結構こだわり強い系なのかなみたいな、無難な方の方が中身に関しても癖がない人なのかなっていうふうに思いやすいですよね。塩顔はソース顔、
これは、ソース顔でこれでも世の中で言うと多分ソース顔よりも塩顔の方が今ってすごく需要が高いんじゃないですかね。韓流男子と言いますか、まあ、時代はアジア系男子みたいな、本当そういう風潮結構あるなって感じるので、塩顔が好きな方多いと思います。女性の施術員さんとか触れること結構あるんですけど、やっぱそういう人たちもお客さんに、まあ、好きなタイプの男性聞いたら結構塩顔多いですみたいなことをまた聞きで聞いたりするんですよ。なのでちょっと塩顔の方が実は結構来てるんじゃないかなと思いますが、私は海外の俳優さん結構好きで、なのでそれの影響もあってか結構顔が濃いめな方の方が好きかもしれないですね。犬系男子は猫系男子、これはですね犬系男子を選びたいと思います。犬系とか猫系とかちょっとなんか曖昧な表現なので難しいなと思ったんですけど、要は甘えてくれるとか可愛らしい一面がある人を犬系、クールでツンツンした感じがある人を猫系って言うとちょっと仮定するんですけど、甘えてくれたりする面がちょっとこう母性本能くすぐられると言いますか、ギャップを感じやすいという意味で今回は犬系にしようかなと思いました。猫系男子のあのクールさもすごくいいなと思うんですけど、ずっとキメキメみたいな感じでされるよりは2人でいる時にはちょっと甘えてきてくれるとか、その誰にも見せない一面っていうのあるのがより犬系男子の人の方が多いのではないかと思ったので、まあ、こっちにしてます。女性にとって本当母性本能がくすぐられるかどうかって結構大事な部分ではあるんですよね。本来は男性に守ってほしいって思うことの方が多いんですけど、甘えられたりとかしたら一気にこっちが守ってあげたくなっちゃうみたいな、やっぱりすごくなんか恋愛に発展していくっていうその過程において結構大事な感情だったりするので、猫系が悪いとかっていうわけでは全くないんですけど、自分の感情とか表に出しづらいっていう方がいたら実は出してみた方がもしかするとこう女性からしたら逆に魅力を感じてくれるかもしれないなっていうのは覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。本当に、まあ、主観なしではこういったことを語られないので、お前の意見じゃねえかみたいな感じではあったと思うんですけど、いろんな角度から根拠を述べたつもりではあります、何か参考になるものがあったりとか、逆にこういう男子とこういう男子どっちが好きですかとか、そういった質問とかがあったらぜひコメント欄などに書いてくれると嬉しいです。はい、こんな感じで今回は目で楽しみ耳で学べる、そんな動画をお届けできたかな、どうなんでしょうかわからないですけど、今後もこういった動画ちょっとずつ撮っていこうかなと思うので、その際にはまた見てくれると嬉しいです。ということで今回の動画は以上であります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ハルでした。バイバーイ。僕はまだ気づいてないだろう、君から目が離れない。